お疲れ様です。月火水のカテゴリーで今日は最終日になりますけども、引き続き月曜日、火曜日、水曜日と同じ、マーケットで勝負することになります。で、今日はね、その中でもね、さらに狭いレンジになっちゃうんですよね。で、日足と4時間は昨日と同じなんで、改めて言及はしません。一応4時間の方を見せておきますね。こんな形になってます。で、1時間なんですけども、まあ、ご覧のように3点天井書いてるんですよね。ここと、ここと、ここ。ですんで、新しい天井がここになって、こっから下下げ圧力があります。151円の900あたりだと思っていいと思います。それからサポートなんですけども、このヒゲからですね、上の方に跳ね上がってるんで、ここに引いておきたいなってところですよね。で、151円の650から151円の900あたり、このね、30ピップスぐらいの間で今日はやり取りすることになると思います。で、前回の FX オリガルヒの解説を聞いていただいた方は、バイに入るチャンスもあったと思いますけども、まあ、まさにこの間ですよね。で、上昇トレンドはとりあえず終わってますんで、ほら。短めの上昇トレンドね。ですんで、こちらと、こちらのレンジで今日はやっていくことになると思います。あと特に言うことがありませんので、次回のね、相場解説は、夕方のまとめまで、ちょっとね、その時間を置いておこうかと思います。じゃあ、頑張ってみてください。お疲れ様です。